だから何？ミュージックスタート。だから何？それ何？何何何何気になんてないよ何？それ何？何何何何それ何？気になんてなくても楽しいね。こうしてこうしてジュースを飲んだら飲みにくかったよ。だから何？それ何？腕組みをするの途中でやめて2時間キープ。だから何？それ何？症状を受け取ってしまう時にこう言ったよ。だから何？それ何？じゃんけんの時にこうした後にこうしてみたんだよ。だから何？それ何？だから何？それ何？何何何何気になんてないよ何？それ何？何何何何それ何？気になんてなくても楽しいね。前で手も組んで後ろも組んで肩でも組んだよ。リレーのバトンを受け取るポーズで脇に突くんだよ。じゃんけんの場にボリュームを持たせたんだよ。でも全て意味なんてないよ。だから何？それ何？何何何何意味なんてないよ何？それ何？何何何何それ何？意味なんてなくても楽しいね。ありがとう。はい、というわけで見ていただきました。だから何でした。はい、この歌ネタはですね、2012年、テレビ東京のバカソウルという番組で、披露しました。一番最初はね、はい、だから珍しいです。普通は劇場で作ったネタをテレビに持っていくという感じなんですけども、テレビ発信でというか、でその前にというか、そのだから何の前に、そのテレビ東京のバカソウルで元気の歌を披露、そしてみるみる時間が過ぎるっていうのを、披露で、その時にもう歌のネタがもうないなってなって、じゃあこれ用に作りましょうってなって、だから何が、誕生したんですよね。でこれはなんかすごい俺の中で情報が少なくて、結構ブログに何でも書くんですけど、そこにもあんまり情報載ってなくて、で皆さんも結構実は知らない方もめちゃくちゃ多かったんじゃないかと、記録に残ってないというか、まさにライブでやってる回数もバカソウルを初めてやって、その後に記憶ではほんと 1,2 回です、やったとしてもなんかそんぐらいの記憶しかなくて、これ見たっていう人もめちゃくちゃ少ないと思うんですよね。ぜひこれもコメントで教えてほしいんですけど、私記憶ありますとかいう人は。でなんか聞いたことあると思った方、これはね実は、DVD 元気でみるみる、はい、この特典映像のチャプター画面の時に流れる曲として使ってもいるんで、あ、だから聞いたことあるんだって思うかもしれません、知ってる方は。はい、そうね、うん、で当時は結構動物の鳴き声とかがこう前奏というかイントロで流れるんで、バックダンサーにこう4人ぐらいかな、あの動物の被り物をしてもらって、その踊ってもらって、披露したという、感じなんですよね。ただ今回はやっぱりね、せっかくこうやってもらってるのもあるので、まあ、外してもらって、そして曲のこの雰囲気のこのね、楽しい感じがより、あの BMH さんがすごく合うんじゃないかってこと で、 BMH さんもあのバカソウルの頃からお世話になってる、なんかすごく縁があるんですよ。みるみる時間が過ぎるも、やっていただいたり、あとは、すごい人は奥にいるですね、ここでもキレキレであのやってもらいましたから、はい、確か
こうだよねなんかこういう感じすごいキレキレやってましたから、ぜひここでと思って。だからねすごいね、バカソウルからの縁がすごいです。あのおなじみのゲンキーズ達也くんとありがとう細野くんもバカソウルから、今にまでつながってるし、 BMH の2人も、そうだし、なんかやっぱりすごく転機となった番組なのかなともちょっと改めて思いますよね、はい。そして、だから何のリニューアル部分なんですが、当時のネタを、まあ、ネタのメモはあって見ると、もちろんだから何ってことをこうやっていくんですけど、それにしても何でしょうね、例えば最初シャーペンの芯をなるべく出して折れずに書けたよ、だから何何それ何とか、だから今思うとなんか少年の頃のどうでもいいなんか武勇伝自慢みたいなのを、なんかそれが発信で浮かんだのかなと思ったんですよね。だから例えば俺あそこのカーブ自転車ノーブレーキで曲がれたよとか言う人いるんですよ、だから何みたいな、かければいいじゃん、ブレーキかけた方がいいじゃんとかみたいな、なんかそれが発信で浮かんだんだろうなと思ったんですよね、うん。であとその後ね、シャーペンの芯を 2H にして折れずにかけたよ、だから何何それ何みたいな、ね、怖いですから、やっぱり試験をその 2H っていうこの薄い、ね、芯で試験に臨むってめちゃくちゃ怖いですからねそういうネタになってたんですけど、さすがに今でやるんだったらちょっとこれじゃないなっていうことでこう全部リニューアルして、まあギャグにしたんですよね。どっちかといえばその言葉のネタっていうんですかね、そういうどうだこれっていうネタじゃなくて、ギャグっぽくしてだから何っていうネタがいいんじゃないかなと思ってリニューアルしました。だってもともとのやつは本当後半 C メロっていうんですか、ちょっと曲調が変わるところ、雨の日に肩にコップを置いて雨水溜めたよとか、自分の中で久々にこう見て衝撃だったのは一番最後の、ひょうたんのくびれの部分に粘土を詰めてしめしめとかでした。めちゃくちゃすごいです。だから何の究極かもしれない、ひょうたんのくびれのとこに粘土を詰めてくびれさせないくしてしめしめっていうことですから、さすがにこれはもう全部直そう、リニューアルしよう。でこういうふうに聞くと、なんだそれ面白いじゃないですかっていう人もいてくれるかもしれない。でもこういうふうに言ってるから多分ね、あーっていうのであって、急にネタで俺がひょうたんのくびれに粘土って言って、何言ってんだってなると思いますだから今回は、全部ギャグな感じにして、だから何っていうギャグに統一にして、見せた方がまあ見やすいからっていうことで、今回はそういう、リニューアルと、なりました。はい、以上かな。はい、というわけで改めて、なかなかやる機会がなかった、だから何伝われバイバーイ、バイバーイの手の位置を上下にしてみたよ、だから何